リビア航空は、リビアのトリポリを本拠地とする航空会社で、リビアのフラッグキャリアでもある。アラブ航空会社機構の一員。2006年までは、リビアアラブ航空と称していた。ボンバルディア CRJ9001964 年に、大世紀のリビアの国営航空会社、リビア王国航空として設立された。その後、ボーイング707やボーイング727、 などの最新鋭機を導入し路線を伸ばした。1969年9月1日の革命後も国営航空会社として残ったが、この時に社名をリビアアラブ航空と解消している。1980年代にはリビア大使館員によるデモ隊銃撃事件を受けたイギリスとの国交断絶に伴い主要国際線であるロンドンへの乗り入れが中止された。 さらに1986年1月にはアメリカ合衆国が経済制裁を課したため航空機の購入にも影響が出ることになった。さらに1988年のパンナム起爆破事件によって1992年には国際連合から経済制裁を課せられたため国際線の運航が事実上できなくなった。これらの経済制裁は1999年4月に 解除された後は国際線の運行も再開された。また、エアバスやボーイング、ボンバルディア等の航空機の導入を積極的に進めて経年機材の置き換えを進めている。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2007年9月からは電子航空券の運用を開始した。前述のようにリビアが 各種の経済制裁を課せられており、イギリスやアメリカなどの、いわゆる西側各国と仲違いの状態にあったにもかかわらず、導入機材は大半が西側航空機メーカーの機材であったため、1980年代から1990年代にかけては航空機の導入にも影響が出ていた。発注はしたが受領できなかった機材や、受領しても満足な運航ができなかったケースもある。 エアバス A320 から200、ありがとうございます。